メーブリック夫妻1889年、フローレンス・エリザベス・メーブリックは、夫である、ジェームズ・メーブリックを殺害したとして、英国で、有罪判決を受けたアメリカ合衆国の女性である。チャンドラーマンションアラバマ、モービル・フローレンス・チャンドラーの記事彼女は、フローレンス・エリザベス・チャンドラーとして、アラバマ州モービルに、ウィリアム・ジョージ・チャンドラーの娘として生まれた。父親は、 セント・ジョン・パーズ・カンパニー銀行の共同経営者であり、一時はモービルの市長も務めた。父親が亡くなった後、母親、キャロライン・チャンドラー・デュ・バリー、旧姓・ホールブルックは、1872年にアドルフ・ボン・ロック・ダンシャクと3回目の結婚をする。ロック・ダンシャクは、ドイツ帝国陸軍の第8高期兵連隊の旧兵大使館であった。その後、母と共に、 英国へ旅行中の戦場にて、免課の仲買人、ジェームズ・メーブリックと出会った。彼の乗客らによると、19歳の娘が23歳年上の、メーブリックと二人きりでの時間を過ごすことに対して、興味を抱いたか、もしくは衝撃を受けたかのいずれかであったという。1881年7月27日、二人は、ロンドンのピカデリーにあるセント・ジェームス・チャーチにて、結婚し、 リバプールの郊外、エグバースにあるバトルクレスハウスに落ち着いた。フローレンスはリバプールの社交界に自身の存在を印象づけ、そしてメーブリック家の人々は最も重要な舞踏会と祭典にいて、まさに成功した幸せな夫婦そのものであった。しかしその外面とは裏腹に、夫ジェームズは新規症患者であり、ヒ素など有毒な化学薬品を含む、 特許医薬品の常用者であった。また多くの上夫を抱え、うち一人は五人の子を出産している。一方で、フローレンスも密通を始めた。相手の一人は、地元の実業家、アルフレッド・ブライアリーで、ジェームズはそのことを教えられた。またフローレンスは、ジェームズの兄弟の一人エドウィンと関係を持った、疑いがかけられていた。ジェームズがフローレンスとブライアリーとの関係の噂を、 聞いた後は、激しい抗論が続き、その間ジェームズは、フローレンスを襲い、そして離婚を求める意図を告げた。1889年4月、フローレンスは、地元の薬剤師の店でヒ素を含んでいるハエドリミを買い、そして後に、それをボール一杯の水に浸した。後半において彼女は、この方法は化粧用のヒ素を抽出するためと主張している。ジェームズは、 2倍のストリキニーネを自己処方した後に1889年4月27日に病を患った。医師らは急性消化不良の治療を施したが、しかしジェームズの容態は悪化していった。5月8日にフローレンスはブライアリー宛てに彼の名声を脅かす内容の手紙を書いたが、これはウバのアリス・ヤップに横取りされた。ヤップはそれをジェームズの兄弟エドウィンに渡したが、 彼はバトルクレスハウスに泊まっていた。エドウィンは多くの証言によればフローレンスの丈夫の一人であり手紙の内容を兄弟マイケル・メイブリックと共有したが彼は事実上一家の長であった。マイケルの命令でフローレンスは一家の女性主人としての地位を剥奪され自宅軟禁された。5月9日に看護婦はミセス・メイブリックが 密かに肉汁の瓶をいじくり回していたと報告したが、後にこれは0.5グレーンのヒ素を含んでいることが分かった。フローレンスの手紙は、彼女の夫が彼女に、それを着付けの一杯として投与するように頼んでいたことを後に証明した。一方で、ジェームズ自身はその内容物を一切服用しなかった。ジェームズ・メイブリックは、1889年5月11日に自宅で死亡した。 彼の兄弟らはその死因を疑い、遺体を検視にかけた。遺体からは、わずかなヒ素が検出されたが、致死的と判断されるほどではないことが分かった。これが、ジェームズ自身が摂取したか、それとも、第三者によって投与されたかは解明されなかった。近くのホテルで行われた、死因審問の後、フローレンス・メイブリックは、ジェームズの殺害の角で、リバプールのセント・ジョージズ・ホールに出、 ジェームズ・スティーブン裁判官の前で後半に付され、有罪及び死刑判決を言い渡された。公衆の抗議の後、ヘンリー・マシューズ内務大臣及び大法官、ハルスベリー卿は次のように結論付けた。証拠は、ミセスメイブリックが殺意を持って夫に毒を持ったことを確証している。しかし、そのように投与されたヒ素が実際に彼の死因であるかどうか。 合理的な疑いの根拠がある。死刑判決は、彼女が決して訴えられなかった犯罪への刑罰として終身刑に減刑された。1890年代に新たな証拠が彼女の支持者らによって公表されたが、しかし上訴の可能性はなく、そして内務省は、首席裁判官ラッセル教の奮闘的な努力にも、かかわらず、彼女を釈放する意向はなかった。事件は、ちょっとした。 有名な訴訟として、大西洋の両側で多くの新聞報道を引きつけた。ヒソは、当時、一部の男によって強制罪権競争罪とみなされており、そしてジェームズ・メイブリックはそれを定期的に摂取していた。ある科学者が、自身が長期間にわたって、ジェームズに毒を供給していたことを証言した。またバトル・クレス・ハウスの創作で発見されたヒソは、 少なくとも50人を殺害できるだけの量であると分かった。フローレンスの結婚生活は完全に冷え切っていたものの、彼女には夫を殺害する動機はほとんどなかった。ジェームズが遺言上で彼女とその子らに残した経済的な備えはわずかばかりであったことも含め、フローレンスは夫が法律的に彼女と別居するほかは生きている方がまだ恵まれていたかもしれないとされる。 見方もある。多くの人の意見は、フローレンスは、実際に、夫へ毒を持ったが、その理由は、夫がフローレンスとの離婚を決意したことで、それがもし現実となれば、ビクトリア朝社会において彼女は破滅するからであろう、というものであった。またフローレンスは離婚後に我が子らの看護権を失う、ことを危惧し、犯行に及んだとされる見方もある。フローレンス・メイブリックは、 二つの監獄で14年間を過ごした後、1904年1月に釈放された。アメリカの市民権は、英国人の夫と結婚した際に失っていたが、アメリカへ帰国した。当初彼女は無実を主張しながら、巡回公演で生計を立てた。後年、育月間か家政婦として過ごしたが不守備となった後、隠者となり、コネチカット州サウス県と、 ゲイラーズビルの近郊のみすぼらしい産出の小屋で猫たちの身を相手に暮らした。フローレンスの本来の身元を知っている近隣住人はほとんどおらず、やがてかつてビクトリア町のリバプールを魅惑した宿女は1941年10月23日に一人一門なしで亡くなり、サウスケント学校の敷地内に埋葬された。フローレンスの遺品の中にはボロボロになった。 家庭用聖書があった。ページの間には色あせたインクで書かれた紙切れが一枚あり、それにはハエドリ紙を美容のために使用するための新手法が記されていた。釈放後のフローレンスは自分の子供たちに二度と会うことはなかった。彼らはメイブリック一家の医師によって育て上げられた。息子は鉱山技師になり、1 9十一年に中毒事故で死亡したが、これは 彼が、シアン化物溶液を、グラス一杯の水と取り違えたためであった。フローレンス・メイブリックは釈放後間もなく、自身の経験を一冊の書物に記した。マイ・フィフティン・ロスとイヤーズの希少本は、リバプール市内の複数の図書館に収められている。メイブリック事件は、1952年にラジオシリーズ、ザ・ブラック・ミュージアムで、ミート・ジュースというタイトルで、ドラマ化された。 BBC ラジオシリーズジョン・モーティマー・プレゼンツ・センセーショナル・ブリティッシュ・トライアルズはメイブリック事件に関するエピソードをザ・ケース・オブ・ザ・リバプール・ポイザナーというタイトルで特集したありがとうございます